はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は今年こそやりませんか節税対策のふるさと納税方法や上限額シミュレーションについて動画で解説していきます。私はオンラインサロンや Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、ぜひそちらの方もチェックの方よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、それではふるさと納税今年こそ、期限は12月31日までです。動画で詳しく解説していきます。本日の内容です。ふるさと納税についてまず基礎的なことを解説します。ふるさと納税の4つの魅力、メリットについて説明します。申告方法2種類あるので、その申告方法について解説します。そして上限額を調べる方法について紹介をして、ふるさと納税迷った時の人気ランキングを紹介します。あと私が実際にね、どんなふるさと納税をしてるかっていうのも紹介したいと思います。そして最後まとめです。本日の内容はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、それでは早速、ふるさと納税とは、要は応援したい自治体に寄付をするというのがざっくりとした解説になります。寄付金額は会社員の方は税金が還付されますし、自営業の方は所得控除になります。そして実質の自己負担額は2000円というふうに覚えておいてください。これはどういうことかと言いますと、こちらの方にねちょっと表をつけておいたんですけども、寄付金額からここの2000円部分を引いた分の残りの金額が所得税の還付または所得控除になるということです。なので実質自己負担額は2000円ですよっていうふうに言われているっていうのは、ここが理由になります。そしてふるさと納税をすると、地域からお礼の品、まあ、特産品が届きます。でこの住民税のちょっとね解説しておきますと、住民税はね本来でしたら自分の住んでる自治体に払うところを応援したい自治体に寄付をするので、その分ね他の自治体に払っているということで、そういう意味で住民税から控除がされます。ではね、ふるさと納税についてねざっくりと分かったところで、次4つの魅力について解説していきます。はい、それでは4つの魅力です。まず1つ目、様々な地域に寄付ができます。これは地元やね出身地だけではなく、そこに限らず全国いろんなとこ、もうどこでもどの地域でも OK ですよっていうことです。2つ目の魅力、寄付金の使い道が選べます。これは使い方を選択できる自治体が増えてきたということです。中にはねお任せとかね、そう選べない自治体もあるんですけど、今は結構この選べる自治体が増えてきて、例えば子育てに使ってほしいとか、地域のために使ってほしいとか、環境問題のために使ってほしいというような風に選べることができます。普通なかなか税金の使い方とか使い道について私たちが直接意見を言えるっていう場ってなかなかないので、せっかくねするのであれば使い方をね自分で決めれるというのは結構大きな魅力メリットではないかなっていう風に思います。3つ目はお礼品がもらえる。これは地域の特産品が届きます。これは本当に今さまざまなものがあって、もう下手なカタログより種類が多いんじゃないか、あとちょっと変わったもの、面白いもの、普段ちょっとね手に入れないようなものもありますので、ぜひ皆さん楽しんでサイトでいろいろ検索をしてみて、どれにしようかなっていうふうにたくさん迷ってもらえたらと思います。さて4つ目、これがね節税対策になりますよってことです。要は税金の還付または所得控除が受けれるということです。4つ目の魅力で節税対策になりますよっていうことです。実際にね、じゃあどうやってふるさと納税したから申告すればいいのかについて紹介をしていきます。2つ方法があって、まず1つ目がワンストップ特例制度と呼ばれるものです。これは会社員などで確定申告の必要がない人が、ふるさと納税をすることでわざわざ確定申告しなきゃいけないっていう手間を考えてできた制度です。どういう方が該当するかというと、まずね会社員で確定申告の必要がない人、そして2つ目、年間寄付先が5自治体以内の方はこのワンストップ特例制度を使うことができます。自治体に申請書と必要書類を提出します。これは締め切りがありまして、1月の10日までとなってますので、お気をつけください。ふるさと納税すると控除証明書が届くんですけど、その中にこのワンストップ特例制度の資料が一緒に入っていることが多いので、そちらの方を見て確認していただいて、手続きをしていただければ問題なくスムーズにいくかと思います。それで2つ目の方法ですね、これは確定申告で申告をするという方です。そもそも確定申告が必要な方はこのワンストップ特例制度を使ってしまうと二度手間になってしまいますので、確定申告がそもそも必要な人は確定申告でふるさと納税の控除もするとスムーズです。でそもそも確定申告が必要な人ってのはどういう人かと言いますと、まあ自営業フリーランスの方ですね、あと不動産所得があるとか副業をしているっていうような方は確定申告をしなければいけないので、その時に一緒にふるさと納税の寄付金控除も使うというふうなイメージでいてください。そして先ほど言っ
ったように5自治体内だったらワンストップの特例制度が使えるんですけど、年間寄付先が多くてね、6自治体以上ですよっていう方は確定申告の方でふるさと納税の寄付金控除の手続きの方をするようにしてください。でね、2つの申告方法が分かったところで、じゃあ私は一体いくらふるさと納税すればいいのか、上限額っていうのがあるんですね。それについて皆さんからすごく質問が多いので、それについて解説します。ふるさと納税の上限額についてです。一体いくらすればいいのかと言いますと、結局はね、その方の収入、所得、家族構成によって上限額っていうのは変動します。人それぞれ収入も違えば所得も違いますし、家族構成も皆さんバラバラですよね。そのためその人によって変わる上限額っていうのは変わるので、個人個人によって全然違います。じゃあどうやって上限額を知ればいいのかっていう方は、ふるさと納税をするサイトっていうのがたくさんあるんですけど、その中で上限額のシミュレーションっていうページが必ず用意されています。その上限額のシミュレーションをうまく利用してください。これはね、各自でやるしかないのでね、皆さん頑張ってちょっとね、上限額のシミュレーションしてみてください。税理士雇ってるとかねいう方はね、数字を見てね、上限額今年これぐらいはできますよっていう風になるんですけど、やっぱね、この動画を見てくださってる方って基本的にご自分で確定申告してる、自分で経理されてるって方が多いと思うので、これは自分で上限額のシミュレーションをしなければなりません。まず目安を知りたい人っていると思うんですよね。上限額のシミュレーションをしたいといえど、今年度ってまだね、今の時期までしか経理ができてないとか、まだね、1年分の利益っていうのは確定してない時期だと思うんです。なのでその時にじゃあどうすればいいかっていうと、昨年のものを目安にして、去年だったら自分は一体いくらすればよかったのかなっていうので、ね、目安、目星をつけるのがポイントです。まず会社員の方は源泉徴収票を見ながら数字を入れていくと、去年本当はいくらすればよかったのか、もしくは上限額いくらですよっていうのが出ます。自営業の方も昨年の確定申告書を見ながら、この上限額のシミュレーションのところで入力をしていくと、上限額去年の場合はここまですればよかったですよっていうの目安の金額が出ます。一度入力して調べてみて、もしね、去年と今年の利益が一緒ぐらい、所得が一緒ぐらい、収入が一緒ぐらいっていう場合は同じような金額になるはずですので、それを目安にして準備していけばいいですし、なんとなくね、例えばそのシミュレーション、去年のやつで8万円ぐらいすればいいよって出たとして、今年も似たような収入の動きをするなっていうふうに分かってる方は、だいたい 5,6 万円ずつもこの時期しておいて、最後のね、12月末にもうちょっとするのか、もうここでストップするのかっていうね、決断を最後にすればいいかと、そこで調整をすればいいかなっていうふうに思います。それがふるさと納税のコツです。はい、それではね、じゃあこの上限額シミュレーションのタイトでどうやってやればいいのかということで、メインのね、ふるさと納税できるサイトっていうのを紹介します。どういうものがあるかと言いますと、まずふるなびさんですね。あとさとふる、私はさとふるを利用しています。ふるさとチョイス、ふるさと本舗、楽天ふるさと納税などなど、たくさんのサイトがあります。一度 Google、Yahoo でふるさと納税サイトっていう風に調べていただけると、一覧がざっと出てきますので、自分が使いやすい、もしくはね、気になったところをちょっと見ていただいて、どれ選んだからどうっていう風にはないので、基本的に自分の使いやすそうなものを選べばいいかなと思います。もう一つサイトの選び方のコツがあるので、最後まとめの時に紹介はします。そのサイトに行ってもらうとですね、こういうものがあります。あなたのパターンはどのパターンっていうね、この家族構成と控除上限額の目安、さとふるのね、サイトから持ってきたんですけど、独身の場合とかね、夫婦共働き子供1人の場合という風に、目安ですね、これぐらいの収入でね、こういう家族構成の方はいくらぐらいですよっていうようなパターンがもちろんこのようにね、掲載されてますので、もしこれに当てはまるって方は、だいたいいくらぐらいかなっていうような上限額の目安がつくかと思います。で、実際にじゃあ上限額のシミュレーションがどういうものかというのを次のスライドで紹介します。これもね、上のものがね、詳細シミュレーションというサトフルサイトさんのものなんですけど、ここに給与所得の方はこっち、個人事業主副業がある方はこっちってクリックするとシミュレーションのページが入れ替わります。ご自分の方の状態、給与所得の方はこっち、個人事業主はこっちっていう風に選んでいただいて、上限額をこの所得金額の合計っていうので入れていただければいいかと思います。こういうとこハテナとか押すと、どこのどういう風に記入をすればいいのかっていう、こうサポートが出てきますので、そちらの方を見ながら入力していければいいかなと思います。もう一つ、個人事業の人におすすめなのは、このふるさと本舗さんの上限シミュレーションです。私いつもこれをおすすめするんですけど、こちらのふるさと本舗さんの個人事業主版は細かい入力までができまして、私はいつもこれを使って上限額を調べています。なのでぜひね、このふるさと本舗さんの個人事業主版、個人事業主、自営業の方、フリーランスの方はこちらの方のシミュレーションを使った方が綺麗に数字が出るかと思います。というわけでおすすめです。別にこっちが出ないというわけじゃないので、どちらでもいいんですけど、自営業の方
方こっちがおすすめですよっていう意味です。とはいえね、これで上限額が分かったとはいえ、じゃあ実際ね、ふるさと納税何選べばいいんだろうっていうふうに悩む方たくさんいると思うんですよ。私もね、お客さんとかね、知り合いの方見ててもやらないといけないって分かってはいるんだけど、パソコンを開けてサイトを選んだんだけど、どれにしようかなって迷ってるうちにあっという間に時間が過ぎて、また選びもせずにパソコン閉じて終わったっていうのをね、ちょいちょい繰り返すみたいな。皆さん忙しいと思うので、なかなかまとまってね、こう悩んで迷う、そう選択するっていうのね、あれもいいかな、これもいいのかなって言って、あっという間に時間が過ぎていくようです。なので迷った時に参考にする人気ランキングを次のスライドで紹介します。はい、迷った時の人気ランキングです。まず返礼品の人気ランキングです。これ各サイトもやったね、微妙に多少違うんですけど、目安にしてください。10位からいきます。10位はイチゴです。9位はイクラ。8位が生活消耗品と呼ばれるものです。これどういうものかと言いますと、水やお米、ティッシュなどね、生活で消耗していくものが該当します。これ一人暮らしでね、重くてね、買いに行くのすか大変だって方は、このふるさと納税すると配達までもちろんねしてくれますので、水やお米などね、重い買い物大変だなっていうものを頼むっていう方が多いようで、8位にランクインです。7位がカニ、6位ハンバーグ、5位みかん、食べるものが多いですね。3位うなぎ、2位はお肉、これはやっぱ人気ありますよね。で、1位がホタテっていう風なランキングが出てます。もしね、何にしようか迷ってるって方は、この人気ランキングからね、まあパッパッパッと選んでいくっていうのも一つの方法かと思います。2つ目のねランキングなんですけど、人気の自治体ランキングをいきます。要はどこの自治体が一番この寄付金を集めているのかっていう観点で見たランキングになります。これは3位からいきますね。3位は北海道の根室市で125億、2位も北海道紋別市で133億ですね。1位は宮崎県の都城市の135億円が人気自治体ランキングのトップのようです。こう見ていると、北海道と九州地方がどうやらふるさと納税人気なようなので、もしくはね、またあの地域でも絞れるので、自分の地元とか応援したい自治体があるっていう方は、そういう地域から検索するのもできますので、そういうもので選ぶっていう方法もありかと思います。やはり人気は北海道、宮崎県、まあ、もしくは九州地方に集中しているようです。実際に私、税理士が頼んでいるふるさと納税の返礼品についてね、少し紹介したいと思います。私は家族がいるのでフルーツが多いですね。いちごとかシャインマスカット、マンゴー、さくらんぼとか、ちょっとね、自分が普段なかなかスーパーでは買わないようなものをふるさと納税で頼んで家族で楽しむという方法をしています。これ結構いいのでおすすめです。あとやはりお肉ですね。お肉もまあ必ずね、料理に使ったりしますので、もう間違いなく使えるものであるとね、嬉しいので、あとイレギュラーに忘れた頃にちょっと届くっていうのが結構嬉しくて、私はふるさと納税しています。あと私はチョコレートとコーヒーが好物なので、この2つをしてみたりとか、なので自分の好きな好物のものを頼むのいいと思います。例えばね、イクラが好きとか海鮮ものが好きとかいう方は、イクラ、カニ、ホタテあたりを選べばいいと思いますし、フルーツをよく食べるっていうんだったらフルーツっていう風に選んでもいいかと思います。あともう一つおすすめなんですけど、お酒を普段から飲まれる方は、自分のよく飲むお酒、日本酒とかビールとかっていうものから選ぶっていうのも一つの選ぶポイントになるんじゃないかなっていう風に思います。で、締め切りが年末までですので、そろそろ選び始めていいと思う、いい時期だと思うので、皆さんね、ちょっとね、ふるさと納税ちょっと今年はやってみようかなっていう方は、ぜひいろいろと調べてね、楽しんで申し込みしていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。まとめです。今年こそはやってみようということですね。一つ目のポイントとしては、ふるさと納税関連のサイトをうまく利用してください。上限額のシミュレーションだったり、ランキングね、各サイトのランキングもありますので、そちらの方ね、目安にして選ぶポイントにしていただけるといいかと思います。二つ目、これね、どのサイトしようか迷った時にね、サトフールとかふるさとチョイス、ふるさと本舗さんみたいにね、たくさんのサイトあるって言いましたけど、どうやってサイトを選ぶか、もう一つ二つ目のコツを紹介したいと思います。ポイントが貯まったりします。楽天ふるさと納税さんだと、要は楽天ポイントが貯まりますし、どこどこのサイトはペイペイでキャッシュバックがあったり、ポイントが貯まったりします。あとはね、カードでふるさと納税を申し込むと、そのカードのポイントが貯まるとかいう具合がありますので、そのね、自分が普段使っているカードや電子マネーなどを考慮して、相性のいいサイトを選ぶというのが二つ目のポイントかと思います。そして期限は年内までです。今期のね、節税対策をしたいと思えば、12月の31日まで年内締め切りになってますので、そこだけはお忘れのないようお願いします。そしてね、年末の忙しい時期に選ぶのは大変ですので、今からぜひ皆さんね、どれにしようかなっていう風に選び始めてください。最後まとめなんですけど、これはふるさと納税ってね、なんか皆さんね、やろうかなと思ってるんだけど、なかなかできないっていうのは、仕組みをまずね、一回体験するっていうのが大きなポイントだと私は個人的に思います。とりあえず上限額計算してみて、例えば5万円とかね、10万円って出た時によく分かる
らないものに10万円とか5万円を払うってなかなか抵抗があると思うんですよ。なので最初は仕組みを体験するのが大事なので、初めての方だと別に上限額マックスまでいかなくてもいいので、1年目は練習だと思って5000円1万円とかね2万円だけやるっていうのも一つの方法かなというふうに思います。もしねやってみて自分には合わないなといえば、来年はやらなければいいっていうだけの話です。あ、こういう仕組みでここで控除されて住民税がここでこう引かれるのねっていう、一回仕組み体験したりね、あと忘れた頃に商品届くのが結構面白いとか楽しい、選ぶのが楽しいっていう風にハマる人もいます。実際にお客さんでも今まで興味なかったんだけど一回やってみたら意外と先生いいものなんですね、私来年もやりますっていう方もいれば、一回ちょっとやってみたけどもあんまりなんか欲しいものもないし自分には合わないかなって言ってやらない人ももちろんいます。ですのでまずふるさと納税は一回やってみるということが大事です。なので、ね、上限マックスいきなりやるのは怖いって人はとりあえず1年目をお試しで5000円1万円でいいのでまずやってみてください。そうするとねサイトの使い方も分かりますし一連の流れが分かりますので、やってみた寄付金控除がこんな風に届くんだとか、ここで申告用紙のところに載せればいいのねっていうことも勉強になりますので、一度ふるさと納税というのは少額でもいいのでぜひ今年はトライしてみるのはいかがでしょうか。というわけで本日の動画の内容は以上になります。ぜひねこうやって自営業フリーランス向けに役に立つ情報を発信していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もしてます。 TikTok はフォロワーが 5.6 万人になってますので、ぜひそちらの方ね URL から飛べるようにしてありますので、そちらの方も合わせてチェックしてみてください。私はオンラインサロンを運営しています。税理士川南のオンラインサロンということで、一つ目のメリットはオンライン上で質問相談がいつでもできるということです。要は税理士をオンライン上に味方につけることができます。顧問料に比べたら10分の1のぐらいの値段でね味方につけることができるのでおすすめです。2つ目、サロンズームを定期的に開催しています。他のメンバーさんとの情報交換になったり、私に直接ズーム上で質問したりすることができますので好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。YouTube や TikTok の裏側だったり、 SNS で集客って一体どうしてるのとかね、新しい税金情報、経理情報もオンラインサロンのみに投げておりますので、ぜひオンラインサロン気になる方は概要欄の URL から飛べるようになってますのでご検討してみてください。はい、そしてもう一つお知らせです。 Q&A 形式の本を出版します。自営業やフリーランス向けにね、ここだけは知っておきたい、ここは押さえとかないとやばいぞっていうようなとこをギュッとまとめた本を2020年1月に出版予定です。ぜひねまた Amazon 予約など始まりました、こちらの方にお知らせしますので、コメントにね楽しみにしてますとかね、本買いますとかね言ってくださる方本当に励みになっておりますので、こちらの方本を出版になったらぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、それではいつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。チャンネル登録、あといいねボタン、コメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。本日の動画も以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。